フェラーリ 328GTB GTS は1985年から1989年までフェラーリが製造したリアミッドシップエンジン後輪駆動のスポーツカーであるフェラーリ 328GTS フェラーリ328のコックピット1985年のフランクフルトショーでデビュースモールフェラーリとして人気を得ていた308の 後継モデル。ボディデザインはピニファリーナのデザイナー、レオナルド・フィオラバンティが担当。歴代、フェラーリの中で、最もフェラーリらしく優雅で美しいとされるモデルの一つである。308と同様、固定ルーフの GTB の B は、ベルリネッタを、デタッチャブルルーフの GTS の S は、スパイダーを意味している。発売当時は、GTS の方が人気があった。そのため、 現存する個体も GTS が多い。ただし、ボディ剛性お及び希少性の点から、現在では GTB の方が人気を集めている。ヘッドライトは丸型二等式のリトラクタブルヘッドライトを採用。308シリーズとの最大の相違点は、外観ではターンシグナルやフォグランプを内蔵したフロントグリルが設置されたこと、搭載される。 パワーユニットが 3185cc にアップされた90度 V8DOHC エンジンに変更されていたことである。車名の328は排気量約 3200cc8 気筒のエンジンを搭載していることを意味している。ボッシュ車製の軽ジェトロニックによりマネジメントされるエンジンはスチール製ボディの中央部後方に横置きで搭載され、 最大出力 270PS、7000rpm、最大トルク 31.0kgfm、5500rpm を発揮した。インダクションボックスには、フェラーリー3200クアトロバルボルと刻まれており、4バルブヘッドエンジンであることを控えめにアピールしている。また1986年には、下級機付きの GTB ターボ、GTS ターボが発表された。 足回りの基本構造は308シリーズと同様、前後にダブルウィッシュボーンサスペンションを採用した。デザインの変更もあり、308シリーズと比べると、ボディは若干大きくなっている。また内装も、基本的なデザインは変更ないもののスイッチ類やメーターのレイアウトが変更され、操作性や視認性の向上が図られた。シフト部分は、 歴代フェラーリマシンと同様にゲートが切られている。デビュー当時のフェラーリのフラッグシップモデルであったテスタロッサが12気筒エンジンを搭載した GT 色の強いモデルだったのに対し V8 エンジン搭載の328シリーズはその軽快なドライビングフィールの中にスポーツ性を感じさせるものがあったと言われている。それを裏付けるように第1ドライバーが テスタロッサの太陽を受けるチャンスがあった際に、328に変更させたことがあったという逸話が残っている。1989年、フランクフルト賞でデビューした後継モデルの348に引き継ぎ、生産を終了している。現在でも年代に比して人気が高く、348トン BTS より高価で取引されている場合もある。 日本では 328GTB の方が 328GTS より高価だが、これは日本だけの現象で、アメリカでは GTS の方が5000ドル程度価値が高い。ありがとうございます。